提供は未来を見つめ、いつも誰かの笑顔のために株式会社見つめ、株式会社エビス、アエルクリニック表参道、株式会社東高エステート、以上の提供でお送りいたします。失礼します。どうぞ。よろしくお願いします。すいません、わざわざこんな遠くまで来ていただいて。渋谷は通ないですよ。すいません。全然。ということで、まず最初のザ・セカンド、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、もう早速なんですけれども、はい、まあ、中山、久保田の方から、はい、ちょっと伝えてほしいっていうことがありまして、はい、まあ、2人でちょっといろいろ考えたみたいなんですよ、はい、そのザ・セカンド優勝したっていうことで、はい、何かお祝いできないかなっていうことをいろいろ考えて、はい、よし、こうなったら、はい、このラジオ枠プレゼントしようっていうことになりまして、はい、今日このあのラジオをお二人にプレゼントすると、はい、どういうことマジでどういうことなりました。えいや、コンっていうことですか。コンス。なんでだ、ああ、むちゃくちゃ、むちゃくちゃもう高次元お笑いやりだしてるやろそういうのがまあほんまあかんと思ってね俺はめちゃくちゃなんか変やなと、なんか変やって俺の中でずっと今日は。いやもういいって。確かに、だってそのさ、お二人ともそういうなんかゲスト呼ぶとかそういうのってあんましゃあないもんな。そうよ、あの何々取ったからっつって、うん、関係ない、関係ないもん、そんな気にしてない全然。そやろ、うん、え、俺らだけってことですか。そうですね。誰が聞くの、ちょっとその何が目的なマジで。休みたかったんちゃいます。いや、そりゃそうよ。一個はそうよ、絶対に、うん、全部じゃないと信じたいけど、マジでやるんですか。それ何をするんですか、逆に。何分、50分ですねもうで、まあ、普段台本がなくてですね、はい、まあ、台本あってもその通りせえへんからいらんって言われてて、まあ、せんでしょうね。なので今日もちょっと台本がないので、はい、ちなみに見られたことってありますかね、このラジオ。いや、僕よく聞いてる。ああ、俺もなんか、はい、なんか今日なんか面白かったよってやつなんか聞いたりはしますけど、はい、あんな感じです。いや、マジでその俺らが2人で久保さん、浩太さんがやってるようなお笑いになるわけもないし、でもその最近会いすぎてマジで喋ることないし、何で来てる人はそれ知らないわけですよね、もちろん。はい、まだ誰にも言ってないです。やばいで、めっちゃ怖な人ばっかりで、たぶん。いや、もうほんま何がしたいん、ほんま何がしたいの、ほんま。これさ、うん、これも村田さん映ってるけど、うん、映らへん、乗らへんやろ。もう一切いないし。いないやろ、うん、ちょっと久保さんと浩太さんの X 今見たろ、何してんのかな。ちなみに中山くんは、はい、直前まで渋谷でライブやったんで渋谷にいると思います。渋谷におんのかい、はい、で今から帰ると思います。帰んのかい、ほんで、久保さんはなんかルミネにおったせいやいじってるだけのツイートしてた。クロムハーツのシャツ着てる。いや、ちょっと待って。いや、ちょ、なんか着てんのかな。今のうちに見とかな、やばいわ。見て、俺ハッシュタグトロワークっていうので質問とかも、うん、格闘する質問1、2、3、4、もう知れてるわ。6ポストで50分お願いします。いや、でも一応俺は結構ヘビーリスナーやから、うん、あれやけど、一応ベンさんが電話してくるっていうのは毎週なコーナーで目撃者なんか逆にかけてみる。ベンさん知らんか。でも俺ら番号知らん。俺ら、うわそうか、じゃあもうあかんのもないぞ。今日ちなみにベンさんから電話来てないです。ほら、だからコウタさんしか知らんし、どうせベンさんのことまっすぐ面白がってるのコウタさんだけなんや。そう、だから久保さんはほんま嫌がってる。嫌がってるやろ、うん、
ちょっともういやマジで喋ることないな、どうしよっかな、やばいってこれマジでどうしよっかな、やばいやばい、いや違うって違う違う、ほんまにやばいな、ほんまにあの人がほんまやばい、やばいやばい、だ直近のゲストって鍋さんやねんて、そらやばいな、やるか、じゃあお願いします、さすがにまあ開けられへんよな、変えられへんわ、やるしかないわ、違うってほんまに、明日のオールナイトニッポンゼロやって2人のラジオ、そうでチャンピオン後2人みんな その手前のこれは絶対に違うほんまに違うわ、絶対違うで、まず見に来てくれたお客さんに謝るところ始めよう、なんでやねん、いやいや意味わからん、なんで俺らが謝らなかんねん、 そうか、あの人なんか来週謝れよ、来週再来週、そうやな、そうやな、あ、うん、もう頭おかしなってるわ、そうや、え、俺らは謝ること、俺らって悪いことしてないよ、時間通り来たやから、そうやな、はぁ、あ、変なことされた、見て、これね、これどういうつもりなんすよ、これ楽屋2枚言って、これも新しいから最近来たやろ、大間違いや、2個ぐらい全員踏みに行ってる肉食獣お兄さんのラジオにお邪魔します言うて、俺つぶやいてねえんだガゼルの気持ちで挑みますと書いてるわ、ガゼルしかおらへんかないいよ、もう穏やかなラジオしよう、もうこうなったら知らん、こっちは責任取らないんで、はい、はい、ではお願いします、はい、やりますよ、そりゃYou're listening to Shibuya Cross FM。 なんなんこれいやほんまこれだけはね、うん、言わしてほしい、ほんまに、うん、久保田さん、久保田さん、久保田さんも、久保田さん、うん、何考えとんじゃい、なん始まりましたね、はい、いやそのいやマジ楽しみにしてたっていや俺もやって、ほんまに、いや大阪の時から久保田さん、浩太さんお世話になっててさ、そうダブルチャンピオンよ、だってそう、ね、M1 と R1 の、うん、でも面白いことはもう当然知っててね、そう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 、うん、だからもうちょっとこう緊張ぐらいでさ、そうだからもうほんま生っ粋のお笑い選手のお二方やんか、そうよ、うん、だからそこにさ、なんかようやくな、うん、そのセカンド取れたから参加できたみたいな感じもあったからさ、そう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 、いやねんこれドッキリだから聞いてらっしゃる方、まあ久保田さんの X とか、うん、そのトロサーモンさんの、あトロサーモンの冠ラジオが買ってもらったあの公式 X さんを見てる人は、うん、状況は分かってると思うんですけど、うん、ほぼほぼ分かってないですかね、はい、その浩太さんも久保田さんも今日は来ない、はい、でなんか そ, うです、ね、そのなんかドッキリ、うん、みたいな、はい、なんか学天則に何かをプレゼントしてあげるなら、はい、もうラジオ枠をプレゼントしようみたいなっていうことらしいのよさっき聞かされてね、うん、さっき聞かされて来てね、はい、律儀にさ、はい、先輩のラジオやからさ、うん、9時半入りやけどさ、はい、9時20分には来たやん、2人とも2人ともそうやったね、うん、で入り口どこやみたいな感じでそうもじもじしてて、もじもじしてとりあえず中入ってさ、うん、またなんか丁寧に楽屋張り見た見た見た、トロサーモン様ゲスト様ってわざわざ書いてさラミネートでしっかりしてな、しっかりしてほんまに、ふんなら来ませんやてこれなんなんほんまじゃあもうさ、うん、休みたかったんじゃん、それで言ったらこっちも休みたいからな四条はここから国分寺に帰んねんぞ今日、そうやね、で11時前から合間さ、うん、まあまあ3時間が俺は時間あったやんか、俺は違う仕事1個あったからね、俺すぐ近くのあの漫画喫茶でずっと時間潰しとったからな俺ほんまほんまにちょっとねまあだから今日はトロサーモンの冠ラジオ枠買ってもらったではなく、はい、学天則の冠ラジオ枠譲ってもらった、はい、譲ってもらったをまあ50分お届けするといや本当だって皆さん知りませんもんね、知らなかったですよね、ですよね、結構な数の皆さん集まっていただいてますけれども
いやーこやっぱお笑い高次元いってんなあの2人。いやもうほんまやな、次元がちょっと上行ってるわ、わけわからんもん。これをサプライズで喜ぶとは思ってないやんきっと、うんうんうん、な、うん、でその普段聞いてらっしゃるリスナーさんもさ、うん、当然俺らから俺らの感じやとしたらさ、うん、まあもちろんいや何してんねんと、うん、久保田浩太のトーク聞きたいって、はいはい、そ思うんやろうなと思うねんけど、うん、多分違うねんって。え、あの二人も多分、うん、それさえ笑えるぐらいまで育ててもうてね多分だからもう多分普段聞いてらっしゃる方もやるやる、久保田浩太はこれはやるってあでもそれはそうかもしれんな、多分思ってると思うで、かもしれんね。そう、ほんでなんか、うん、もうちょっと行く、何、いやなんかさ、うん、真ん中ぐらいで、はい、留守電のコーナーがあんねんて。いや俺はね結構聞いてるから。そうやんな、うんうん、留守電のコーナーって、うん、いつのベン山形さんが電話かけてくんのよいやだからほらもう高次元やろ笑いがかけてきてベン山形さんを、うん、でしかもあれやろ、久保さんは別におもろがってないんやろ、久保さんはほんまに怒ってんのやろ、うん、ほんまにかけてくんなって言ってんの、ね、言ってんのにやろ、うん、で浩太さんは面白い、面白いねんな、うん、でそれなんか、うん、あんねんて久保さん浩太さんから留守電が、あ今日あるんすよね。そうか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 、気あるんやね。ちょっと聞きます、聞けますか今。聞けんの、いつ聞くね逆にいや俺ベンさんはいつも後半出てくるからな。いやだから早めに早めに一回弁明聞いとこうよ。あじゃあ聞いてみよう、うん、いけますかね。あいけるって、いける。じゃあどちらからなのか両方なのか、とりあえずお願いします。聞こえんのかな。奥田、そしてよいしょ、よいしょ、おめでとう。あ今日は月に暴れてください。なんかうまく言えないですけど、長い子と一緒にいた分嬉しいのは強いです正直言うと。で今日の取り巻きの皆さん、すいませんちょっとそっち行けてないんですけど、うん、はい、なんか感動したってのがあって、こっからが大事なんで、なんか全部相談してほしいし、今日バズってネットニュースになったらいいなって思って、うん、早くしてくださいよ、そう生きてください。元さんこっちしてよ、戻ってきてください、早く元に戻ってきてください。もう言ってない、英語で出してくださいよ。ごめんなさい、ごめんなさい、そういう人なので、とりあえず頑張ってほしい。やばいって、また飲もうな。僕だ、以上、また来てよ、大敗だよ、上がり、それ、ロン。おい誰が雀荘でテンパってる状態で電話でやんねんそれロンって言ってたよな、テンパイでやってるやんそのテンパイ前や、せめてあのさ、なんでテンパイの時多分リーチしたんやろな、リーチしたからさ、後で手変えられへんやんか、だからやることないよ、確かにリーチしてもうたら あじゃあ今ややないねんないやね、何考えてんねんあの人ほんま、めちゃくちゃや。こうたさんあるってあるって、こうたさん、こうたさんはさすがで、うん、ちょっとじゃあこうたさんもお願いします。あ、もしもし、中山こうたです。おはようございます。ガクテン不足のお二人おめでとうございます。まあね、まあ令和ロマン、マチュラピンク、こういった優勝も当ててきましたので、学天則の優勝も、確信していました。沼津ですかね、劇場で2日間で、8本ネタをやるという、イベントがねありまして、そこで一緒させてもらった時にネタを見させていただきましたけども、その時点で確信していました。ですからやはりね、昔はその大倉軍のワードセンスが、ね、特に際立っていた、まあ、昔から面白かったんですけれども、はい、うん、そこにやっぱり余剰君のボケとしてのねキャラクターであり、ボケ一個一個のやっぱ強みみたいなのがあって、はい、2倍にも3倍にも、まあ、4倍にも面白くなってたと思います。はい、確信してましたよ。で確信してたんですけれども、はい、ほんまにおめでとう、ほんまにおめでとう。あのね、昔から付き合いが全くないわけじゃないから、2人とは、はい、実力と仕事量が見合ってないなと思ってたんですけども、やっぱり漫才って長く続けるもんやなって、昔の面白さよりももっとね熟成されたというか、芸歴ってただ、ね、1年2年だらだら10年過ごすだけじゃなくて熟成されていくというかね、
暦を重ねる、それが芸できないなと、思いました。思いました。終わり？え？終わり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 ？いや、違う違う、ラジオはおもろくせえって。嬉しいけど、ラジオで流れること分かった上でのやつだやったらおもろくした方が絶対いいやん。むちゃくちゃ真面目やったけど。俺、直で入ってたら泣いてんで。コードさんから留守電で、あれ、誰からやるって聞いてた、俺泣いてたって。ラジオはエンターテインメントにしようよ。久保さんは久保さんでやりすぎやし、コードさんはコードさんでもう逆のところ。逆やな。なんであの人らお笑い両端から取っていってんの。なあ、真ん中やる気ないやん。ないな、オセロみたいなってんやん。なんなんそれ、もういいや。もうまあでもありがたいですけど、まあじゃあちょっとね、で X でも久保さんがね、はい、なんか違い方形のラジオや言ってたんで。言ってたよ。ビールも大量にね、うん、何飲みますって言って、あ、じゃあビールいただきますってスタッフさんに言ったら、うんうん、1人7本ずつビールがキリンからアサヒから幅広く多すぎるよな、確かに。多いよ。じゃあまあいただきましょう。まあ、いただきましょう。飲みます、すいません、すいません、ごめんなさいね。なんかいただきますね。なんか本当に、じゃあ、見てらっしゃる方と、はい、じゃあ乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。なんやこれ。ああ、いや、まあまあまあ、ある種まあ飲まなやっとれんわね。やっそうよ。うん、何を喋ったらいいか。ほんまびっくりすんな。でもほんまにそのね、うん、いや、ほんまは今日こうたさんと久保さんとまあいろいろおしゃべりできたらなっていうので、まあいろいろ考えてないけどさ、はいはい、でもまあ渋谷クロス FM さん初めて来させていただいて、初めてね、ね、うん、その予想の、はい、番組とかね、曲名みたいなことをね、うん、言うのは嫌やけどね、うん、二人しゃべり初じゃないですか、東京でね。自分らでやってる、うんうん、スタンド FM さんってアプリ以外やったら、うんうん、優勝して一発目、はい、オールナイトニッポンが良かったって。いやもう それはさ、ここでもいい、ここいいじゃない、それはさ。いや、まあまあ、でも確かにこうサテライトスタジオじゃないから、うん、まあね、そう、こういう感じでね、そうそう。でも今だからその出待ち的なものもさ、劇場ではないやんか、うん、基本的には、うんうん、ってなったらこういう感じで人前に出させていただいたのは今日初めてなんで。いや、そうよ、ほんま。いや、こんなに来てくださってる。セカンド見たよっていう方どれぐらいでしょう。セカンド見た、ああ、それで知っていただいた方もいらっしゃるんだ。まあ、ありがたいね。あ、すごい。まあ、あと、ね、あとここめっちゃ救急車とパトカー通るで、ここ。あ、そうだよ、そう知ってんねや。ね。あと、皆さんの後ろに誰やねみたいな感じで一応撮ってらっしゃるショーン・ホワイトみたいな外国の方がいらっしゃいます。すごい、もうスノボのカリスマみたいな。スノボのカリスマさんみたいな方いらっしゃいます。お前はい、ありがたいですね。そっくりや、お前。そう、まずさん、どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、そうですか。まあでも、うん、ね、ありがたいですね。そうだよ、ほんまにな、うん、まあ忙しくさせていただいてますけれどもね。うん、もうやっぱ初期の頃が俺も聞かせてもらってるけど、やっぱ紆余曲折あってるもんね、うん、ここもね。何、どういうこと、この番組が。番組も、いや、最初はだから3人で村田さんもおったけどさ、うん、村田さんもいつもいなくなり。なんでなん、分からへん。なんか、うん、YouTube のなんかそうサムネみたいなのあるやん。はいはいはい。あ、これ最初は3人の顔、うん、コウタさん、村田さん、コウタさんって、はい、一緒の肺大きさぐらいで顔全部あってんけど、うんうん、だんだんゆっくり村田さんが小さくなっていって、うん、で最終的に消えて今の化粧みたいになってる。なんなんだんだんって。いや、ほんまにそうやねん。だんだん何喋らんくなっていくの、まずおるのに。いや、分からへんねんけど。どういう理屈なんそれ。うん、いや、ちょっともう、まあね、いろいろ一応コーナーあるんですって。いや、あるよあるよ。ハッシュタグトロワクトークっていうのがあるらしいんでね。うん、でもうゾッとしたよ、ほんまに。久保さんがそれね、うん、つぶやいてくれたから、X でポストしてくれたから、うん、一応周知の事実とか周知されたやんか、はいはい、うん、それまでさ、俺ら二人っていうのをさ、さっき聞かされたタイミングで、ほんまついさっきよ、急いでハッシュタグトロワークみたいな感じで調べたらさ、質問6件、うん、どうやんねんと思ったもん。6しかないの。そりゃそうやな。そりゃそうよ。そりゃそうやわな。いや、そりゃ久保さん、コウタさんがガーって喋るやろうからっていう予想もあるやろうからね。あの二人めちゃめちゃ早いからな、ほんで。そうでしょ、うん、で、どれか一個あるかなと思ったら、うん、なんか養生へ国分寺のおすすめナイトスポットありますかやって。
ここで言うことじゃないって国分寺の夜はもう普通の夜より暗いと聞いてるよ。いやいや普通やって。あ、まあちょっと多少ここに比べて暗いよ。そうやろ。うん、でもまあまあ、ね、おすすめのナイトスポット、まあ、あのバーはありますよ。バーやってんねんけど、あのメインはなんかバーでやねんけどクレープ屋みたいなようわからんコンセプトとか夜夜夜に夜え、じゃあ昼クレープ屋夜バーとかじゃなくて違う夜に両方、うん、両方やっててクレープの方が売れてんのそういう謎のバーはあるよ。でクレープちゃんとうまいねん。ちゃんとうまいねや。ちゃんとうまいねん。あらそうなのね。 あるよ。いやちょっととろうーん何やろ。まあどこから行こうかな。まあでもあるだけマシよな。そうね。ああほんまに前向きに捉えよこれは。そのさ、俺らが出るって告知される前のさ、うん、ハッシュタグトロ枠、はい、のやつ、うん、すごいな。何どうしたん。新宿のストーカーにキャバ嬢殺害された事件目の前で見てたのが怖すぎるって。何なん。何のラジオしてんの普段。これについて喋んの。あ、先週先週言うてはった言うてはった言うてはった。結構ガチめのやつで。ああそう、それ生で見た人が。そう、あの知人でね、久保田さんも久保田さんも知人の人がそれ見てっていう話をここでしてた。警察じゃなくて、うん、ここに送るの。ここどういうしてはった。どういう駆け込みでらない。してはったよ。だから、うん、結構真面目な話されてんねやろ多分。いや、あのね、そういう時もあんねん。で、お互いがもう早すぎて。そう、あの二人早すぎるって。早すぎて、俺ほんまの YouTube 0.5 倍速で聞く時もあんねん。 0.75 でもなく、うん、0.5 もう早すぎて。いや、そうね、うん、見えへん、聞こえへん、ほんま聞こえへん、うん、見えへん、聞こえない、もうないのと一緒だほんまに。まあじゃあちょっとせっかくなんでトロ枠のコーナーちょっとやってきます。やってみよう。学天則さんへの質問ですって、はいはい、ポスト、X ネームが王さんでいいんかな、はい、自分たちの強みは何ですか。ぼんやりとした強み何ですか。なん何においてかによるよね。でもそれは強い弱いなんてさ、まあなんやろうな。でも俺はさ、まあ、お笑いやってから、うん、もう全然それまで自覚してなかったんやけど、うん、まあなんかこうお笑いやるよりは面白い顔してるねって言われるから、まあ変な雰囲気はね。そうそうそう、あるもんね。初期の頃は、うん、抗ってたもんね、うん、周りからのいじられに。そう、言われたことなかったから19年前な。だからその学生時代とか、うん、まあまあカーストの上の方にいてたもんな。そう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 、スクールのね。そうそう、俺はもう下の方やったからさ、別に何も思わんかったけど、うん、やっぱその一発目オーディション通った時の、うん、MC が天心さんやってんな確か。そう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 。で天心さんが合格者にインタビューみたいなのしてくれるときに、うん、とか言って合格おめでとうございますね、お名前はってわざわざ奥田です余剰ですみたいな言ったら向井さんが余剰君は変な顔してるねってはっきり言って、もうはっきりとお前いやいやいやって言ったもんだ。いじられ慣れてなさすぎていやいやって言って、そんなわけあるやん。でもう一回追いかけてきてな、うん、向井さんがいやいやほんま変な顔してるよみたいな、うん、まあまあまあみたいな。で、さすがにそんなわけないと思ってね、天使、向井さんも。いじったら帰ってくると思ってるから、うん、で、3回も追いかけてな、いや、本当に変な顔って言おうとしたら、お前がもうええでしょって言ったもんな。ほんまに切れて、何がお笑いやねんちゅう話よ。何ちゅうこと言ってる。あん時はあん時はな、本当に強み、まあだ強いっていうか、まあセカンドだけに関して言ったら本当にまあ、うん、舞台数ですよね。ああまあそうか、うん、舞台数で基本的にネタ決めずに行ったっていうのがね、まあ勝因やったんじゃないですか、うん、はい、学天則さんの質問ね。今まで一番辛かった過酷な仕事、過酷やったし、はい、後々考えたらめっちゃ過酷やったんは、うん、大阪で、はい、なんやろな、100人とかに、うん、こうインタビューみたいな街中、はいはい、場所変えて、うん、で変わった恋愛経験ありませんかみたいな、うんうん、ないやん。ないな、まあ、あるいは言いたないやん、うん、まあまあな、テレビやって言って、うん、だから言ってくれへん、うん、あるいは言ってもまあそんなみたいな感じ、うんうん、そならそのロケのスタッフさんが、うん、いやロケうないっすねとか言ってくるやん。ああはいはい、ああってなるけど。まあ耐えるやん。でまあいいの聞けたら、あまあまあこんな感じでもっとみたいな、うん、で言って朝から晩まで、100人な聞いて、難波から梅田から天王寺からもう街変えて聞いて、ない
もうちゃんと一人一人ちゃんとインタビューしてやってんのにさ、いざオンエア見たら、100人の答えてる顔写真みたいなんが画面いっぱいにババ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 って並んで、ちょっと変わった経験があった人みたいな感じで、そのペペで写ったやつのなかった人が暗くなって、あった人が光ってて 9% って出ただけの時な。朝から晩までやったな、やってやったやった、 9% でした。あったな、ゾッとしたわ。あれ入ってけえへんの、何あの某国営放送局のさ、うん、あの水はけを良くしようっていうロケ。あったなあれ、ほんまに俺お前じゃなかったけど腹抱えて笑ったけどな。そう、その時、だから、まあ、とある学校のバレーボール部が外のグラウンドの水はけが悪すぎて、うん、カッチカチやから困ってると。そうそうそう、でだから水はけを良くしてほしいみたいな、うん、学校応援バラエティーみたいなやつ出ててな、うん、俺らが、うん、そう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 、もう結構前です、うん、で出てて、で、二手に分かれてんな。そう、あ俺らはなんかホースとかなんか、そう、そのな、穴掘ってグラウンドに、うん、カッチカチのグラウンド、うん、穴掘って溝掘って、うん、そこにホースをこう通して、うん、そこに水が入っていって水はけを良くする。そう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 、要は水を吸い込んだまま吐けないから地面が固なるからと、うんうん、お前そのホース取りに行く係、係やって係で、うん、俺は、地面掘る係やってん、うん、水路みたいな掘る係、そう水路掘る係やってんけど、うんうんうん、俺植木屋さんやってたんずっと、うん、なあ、だからあのもう分かんのよ、うん、まずじゃあやりましょうって言って道具はってなったんやな、うん、そうそうそう、だからいや道具は学校にあるやつみたいな、うん、って言ってんな、その、うん、ちっちゃい、うん、チビのディレクターさんがもうほんまにもうあの瞬間から嫌いからそんな言い方になっちゃうけど、で学校にあったスコップがあの角スコって言って剣先じゃなくて平らなやつ、はいはい、雪かきとかするようなやつ、はいはい、刺さるわけがないね、はいはいはい、水含んだ砂の硬さなめんだよって思って、俺植木屋さんやってたから、俺は知っとるぞ、知っとるぞ、ドリルやとドドドドドって柔らかくせな、もう掘られへんねん、角スコで30センチ掘ってくださいと不可能で、ならその監修してくれてた土木業者の現場監督さんみたいな人が見かねてトラックで来てたから、うちの道具貸しますよみたいな感じやって、うん、ツルハシとか剣先スコップとか貸してくれんねんけど、その人も言って、これドリルいりますよねって、うん、いやいりますねってやのに、そこの女子バレー部のことを俺手作業でもさ、なんかさ一生懸命やってる感じは映したいし、無理やったら無理やったらしゃあないわけやんか、まあまあな、うん、だから俺手に豆作ってさ、うん、やって、まずゴム付き軍手がいると、どう考えても、はいはいはい、なんか買いに行かへんねんなで、ツルツルの軍手そう、あのガーデニングとかするやつみたいな、そうそうそう、やのに、うん、じゃあツルツルの軍手、じゃあ軍手買ってきてくれって言ったのに、うん、バンドエイド買ってきはったんやそう、あ豆のな、俺が豆を見せて、テレビ見せて、こんな大変ですよみたいな感じでアピールしたら、うん、普通に傷隠したいねもうバンドエイドはってなって、でバンドエイド貼って続きやるやん、うん、でバンドエイドも剥がれて、うん、またバンドエイド貼ってとかって、はいはいはい、やってんねやんか、血だらけやったもん、血だらけやったから、うん、でバンドエイド貼って、うん、ならある程度したらさ、まあ普通にバンドエイドって言うやんか、うん、なんか NHK やからさ、なんかバンドエイドはあの商品名なんでみたいな3時間後ぐらいよ傷テープって言ってくださいみたいな、どこから言い直すねん今からもう血も見せてさなあ、で全部やって、ほんでやったら最終どうなってたんだっけ、なんか俺なんか血とバンドエイドバってあるから、俺なんか右手だけモザイクかかっててんな俺右手だけ卑猥みたいやったもんな、意味わかんない俺の右手だけ何握ってんの土曜の朝にめちゃくちゃおもろかったよ、おそうやね、めっちゃ変なテレビやってんなめっちゃ変なテレビやった、あれはなんでお前だけ右手にモザイクかかってんねんってあと幼稚園かなんかのロケ行った時もさ、なんかあの幼稚園児が作ったさロボットみたいなんで、ネピアの箱とかヤクルトのなんか
キャップで腕とか作ったロボット、あったね。そうロボットがなんか面白いから、お前がずっと持っててな、それが全部商品名入ってるからっつってさ、お前はお前でモザイク持ってずっとロケしてたもんね土曜の朝から何祝いなもん持ってめっちゃでっかいめっちゃでっかいめっちゃでっかい極太の何かを持ってるやんそんなやつ、 色とりどりのあれやな、あれはでかいな、あれ仕事ほんまにつらかったな。普通やったらさ、うん、その場面まあなんかこううまいこと処理せばバッサリ切るとかさ、うん、きっちりモザイクでさ、そやな視聴者の方はさ、ほんまなんそうやね、なんかやり方あるやろっていう、そやな、あれちゃうほんまに、あれやな、じゃない。あと一個意味わからんかったのは、うん、まあこのラジオやから、うん、多分きっと聞いてはる方知ってるかもしれないけど、クロスバー直撃の、うん、鍋さんが、うん、渡辺さんが、うん、それのロケ行っててやんか、うん、で、まず、うん、変やったんが、うん、ちゃんこ鍋屋さんで、うん、頑張るロケやってん、うん、けどそこのちゃんこ屋さんがこの隠し味だけは、うん、絶対に出さないでくださいって言ってた、うん、まあ具材があって、はい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 、それを重くそ映しててんな放送でえってなってみんなで見ててなんとなく、うん、夕方の時やったからそれは、うん、見ててえってなってこれやばいやつやんってなってまああの女ちゃんと苦情めっちゃ来たらしいねんけど、うん、でその後鍋さんが食べてん、うん、そのでやねんけど結構ロケいろいろ試食とかもあって最終的にちゃんこ食べてんねんけど、はいはいはい、鍋さんがまあちょっと変わり者とか変やんか、うん、だからあの時鍋さんってなんか知らんけど食べた後に、うん、デリシャスボンバーっていうあやってたあの謎のグルメコメントボケがやってたのよ、やってた、うん、やねんけどそれを多分やるたんびに変えててんいろいろ、あーなるほどなるほど、1個目はデリシャスボンバー、うん、デリシャスボンバー多分3回ぐらい言っていろいろ変えて、うん、最後のちゃんこ鍋食べた時に、うん、鍋さんがシャスデリバンボーって言ってんなシャスデリバンボー以前全カットで鍋さん急にちゃんこ鍋食べた瞬間に意味わからんギャグシャスデリバンボーって言って VTR 終わって変わってるわあのテレビ変わってるさあ前段があったのそれあってないで意味わからへんやん前段がない飯食ってシャスデリバンボーで映したらあかん隠し味映して苦情しか来んやろそんなもんいやあれ伝説やね伝説やったねあれはなありましたね、経験やでほんまにいやほんまにいや思い出したわそれいや言ってたなそうやねデリシャスボンバー懐かしいな懐かしいよねでまあなんかトロワクトークのある程度言ったら最近のニュースっていうのやってるんですかああニュース切ってんねやそうかやってるなやってるやってるうんで、うん、多分ニュースのチョイスがさ多分2人がさ盛り上がりそうなやつをチョイスしてるんやと思うねんけどさ、うん、すごいわいやなんかでも俺ちょいちょいだ聞かせてもらってるけど、うんなんか久保田さんはなもうええやろこれみたいな結構言うパターンもあるあそうなんやそう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 、まあ一応ね、うん、ありますね秋名山名ロケで骨折いやそれ一発目なんやそれ、うん、骨折した秋名山名不意か見た見た俺なんかあのあ X じゃないわインスタかなはすごい珍しいとこ骨折してあるよえ MBS 放送せやねんのスポーツコーナーのロケにおいて、はい、スケートボードで練習台から滑り降りる際に転倒し、うん、右肩甲骨を骨折右肩甲骨裏です裏骨折してんの背中から落ちたんそうやろな多分なか手をついて、うん、全部の衝撃が右肩甲骨にいっちゃったかな、うんうん、全治4週間から6週間と診断された、うん、14日も幅あるやん4週間から6週間14日間ってでかないそれのかかんねんね、そうやね、同局によると山名はヘルメット、肘用、膝用のプロテクターを着用していた防ぎはなかったんかな、うん、でそれに対して今後バラエティ番組や体を張ったロケやコーナーを減らすべきでしょうかって書いてある真面目そう大変やね、労災降りるんかね、まあるはずやで降りるんあるはずあるはず、労災みたいな、はい、ロケの時にちゃんと保険みたいなの入ってるはずやもんうん、何があるか分からへんやん、はい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 、でそれを多分吉本が事務所を通して正式に向こうに掛け合ってだから治療費とか全部ああそらそうよそうか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 いやねんけどどうなんやろな、なんかスケボーで練習台から滑り降りる、うん、絶対さ、うん、まあ分からへんけど関東の方でそういうロケとかさせていただいたことがまだないからさないないあれやけどさ、うんまあ、関西でやった時とかさ絶対にさ、うん、無理しないでくださいって言うやんまあ言うねとかほんま危ないんでとか言うけどさ、うんうん、
まあ無理するやん言うたって、まあ、それはな、うん、芸人という職業柄というかやっぱやっちゃうやん、うん、やるでさあじゃあやらなくていいですかって言ったらさ、うん、ああでなんねやろ、うん、なるよああみたいな、うん、で裏で悪口言うねやろ言うね、まあ、知ってんねんまあなまあそれはやってくれんことにはそういろいろつけてさ言うわけやん、うん、するやんじゃあちょっとミスったぐらいがええもんな怪我せん程度にな、うん、怪我せん程度にうまくミスれる人間なんかおらんてうんってだったら俺別にその情報番組やしなせやねんって、まあ、プロがめっちゃ滑れてるのんだけさそうやなでも山名さんとかはさ、うん、別にかっこいいやんできててもでまあねでやからなんかマサさんとかやった方が面白いなって思うけどなむちゃくちゃやで俺はマサさんとかがやるのめっちゃおもろいと思うよ多分まずヘルメットが入らへんところから始まるやん絶対にまあなでかいからなでかいから俺の方が絶対さみんな見るやんおもろいやん誰がお願いしに行くねんそのスタッフさんがじゃあマサさんちょっとスケボーって言えるかいやまあ なんとかなるやろでもあんだけもう大御所で、うん、まあやったら面白いやろうけどな絶対おもろいと思うねうん、うん、いやでもやっぱり結局若手ゾーンに行くやんか若手ちゃうけどなほんでアキラさん先輩やじゃな俺らより先輩やなうん投手も上やそうやね、うん、だもっと後輩でもっとスポーツ運動神経のいい若い人がやったらいいわけやああまあねやっぱ初老やん40代ってもうそうよその辺がやっぱさ、うんせなあかん感じになってんのがやっぱり俺良くないと思うねだからほんまこれ、ま、結構言うてるけどさ、うん、もうほんま内身ももう治らへんやんそうそう、まあ、まず紫から始まってさそう普通やったらそのままな肌色で治っていくはずがな治っていくはずが一、うん、回もう俺らぐらい年齢になったら黄色挟むやろ、うん、黄色挟む一回紫から肌色で黄色の時かなんかいっちゃ痛いねあなんや紫の時に黄色の時いっちゃ痛い痛い痛い中になんかおるやん紫の時はズボって中入るやんなあでも黄色の時だけなんか張ってるよ張ってる中で張ってるもうそういう年齢やん俺らはそうそう歯茎も痩せてきてるしそうだからその辺が、うん、あれちゃう赤のちゃうその元気な若手というかさあ20代の人ができるようにでもせえへんやまあねうんでもまあアキナさんでもやっぱ若手になるんやねやっぱな嫁も子供もおってやで2人ともそうよそうでしょ、うん、いやそれで、そういうなるのよそこでこう新しいチャレンジ、うん、ねやっぱりこう若手にしていかないとさその今年もたくさんの若手が大阪から東京に、うん、なあな来年の方が多いって話やねなんなんやろねほんまにいやそれだから夢ないんやろなそうなんかなうん、だからほんまはスケボーはその辺がやってりゃよかったのよほんなら出れるんやと思えるわけやはい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 いやまあなそのこのラジオやしあんまりネットニュースがなったら嫌やからもうあんま言わんとこはあそう、うん、まあでもなりそうやもんねそうだけどまあそのまあ一言だけ言わせてもらうならもともと大阪におった私としましてはねはい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 、まあそういう局員さんで、はいいやあの大阪らしいことしましょうねとか東京に勝ちましょうねって、うん、言ってくるやつは大体標準語あ、なるほど、はいはい、もうそういうことですあ、もうそういうことなの、ね、それ以上は言いませんもんねそういうことなんですよあと、あ、これはでも俺びっくりした何 ABC お笑いグランプリ、うん、令和ロマンエントリーしてるおーすごいなうん、M1 グランプリ2023チャンピオン令和ロマンが若手芸人の賞レース第45回 ABC お笑いグランプリ2024にエントリーし準決勝に残った、うんうん、M1 王者は同大会にエントリーするのは初めてで3日に発表された準決勝進出45組に名を連ねた、はい、昨年は決勝のファイナルステージでダブル東と令和ロマンが、うん、番組史上初となる同点あ同点やったんや会場は騒然となり大会規定に基づきファーストステージの得点が高かったダブル東が優勝した、うん、一方準優勝の令和ロマンは年末の M1 グランプリで王者となったまあなるほど、ね、はいデビュー10年以内がね、うん、出場できる ABC、うん、この出場についてどう考えますかというええー、真面目いやでも、うん、なんか話題としてはいいよなうんなまあなんかその令和ロマンにリスクしかないからねそうやなそれ選んでるっていうところは、うん、まあ令和ロマンらしくてうんえ出れるんでしょ出ますよって感じがおう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 するよねだって M1 も出んねやろそれまだ分からんっていう話やったけどなあ、そうなんまあでもエントリーしてみなエントリー始まってみな分からんくないこれはあ、そうかそうか俺らもセカンドで、うんうん、あの32組進出
発表しますみたいな動画見てさ、うん、まずバーって来て、うん、自分の楽天則って見て、うん、ああよかった嬉しいってなって、はいはいはい、30人組選ばれたと思って、うん、あこの人出てあこの人通ったんやとかって、うんうん、でバーって行って、うん、あプラスマイナスさん見た瞬間からプラマイさん、うん、あどうなんだやろみたいな感じで思ってバーって行って超新宿ってなったもん。ん？ん？ん？まマシンガンズさんはいや去年決勝に行ってた人は、うん、シードでもう32に入るっていうのは聞いてたよ。だからでもマシンガンズさんはなぜか選考会から出て、うんまあ、頑張らはって、うんまあ、めちゃめちゃ受けたって聞いてるし、うん、でもまあ囲碁将棋さんもまあ出はるやろなと思ってた、うんうん、金属バット出るやろなと思ってたマシンガンズさんも選考が出てるから間違いない、うんうんってなって、まあ、ギャロップさん優勝してるやん。で、スピードワゴンさんと、三四郎は、まあ、出ないっていう話は聞いてたから、うん、で、テンダラさんは出た、出るって聞いてた。超新宿、うん、ん何が引っかかった？何一個しか引っかかってないよ。引っかかった理由はいや、そのな、俺、ちゃうねん、ちゃうねん、その、不祥事的なことじゃないねん。俺が言ってんのはおう、な、なに一人減ってありなんそれあ、まあメンバー的にそう去年決勝に出た同じメンバーじゃないとあかんくらいあーまあまあねまあまあそうかうん、だから、まあ、か囲碁将さんが今年どっちか相方変えて囲碁将棋って言ってても出たん出れたって話だねあーまあまあその理屈出たそうかその前例があるっていうことは、うんうん、しかもその見失うわけがない一人が抜けてるやんもう核となるもう軸超新塾というグループの軸となる一人がいないでもうその多分潜在もさ撮り直してないんやろな、うん、だからさバーンって潜在写真がさバーって出てんけども あからさまに一人いないギュッとよかったで潜在写真がいっちゃん右端で。その前の人がちょっといびつな形に、うん、そら切られてる感じ切られてる後ろ誰かおるなの覚悟やあなるほどね、うん、っていうのを考えたらねそうありなんやと思ったけど、うん、いやでももう復帰してはんねんそうそうそうもちろんねなもちろんね、うん、それはもうご本人も何もしてない何もしないというか別に何もないわけやからねそれいいですよそら誰が芸人さんが言ってんのこの間一緒になったわ言ってであのタイガー・ウッズのモノマネで、うん、めっちゃ爆笑起こってたらしいねんけど、うん、なんかやっぱその一件あってから、うん、タイガー・ウッズはやめた方がいいんじゃないかみたいなタイガーはタイガーでな、うん、一回そのセックス依存症っていう裁判を起こされてはるからねその後まあオーガスタで優勝されてるから、うん、まあちょっとちらつくというそうななんかそうね、うん、まあでも、まあ、でもまあまあもう復帰されてるからそうねそうそこはもう全然それはそうよ応援し応援するのも違うけど別にちゃんと認識があるわけじゃないから急に俺らが応援したらびっくりすると思うよ頑張れアイクヌアラやないしな俺らが急にいや何がってなるしなそうだねうんでも楽しみですよ僕は令和ロマン ABC まあ全然まあ決勝には多分残りそうな感じよね多分ね受けない絵が浮かばへんしやっぱ今でも寄せとかでちょっと新しいチャレンジというか、うん、トップバッターやしな、ね、いつもあそうかいつもトップバッターやな あ、 そうかあの、お仕事の都合がない限りは、うんうんうん、チャンピオンでいや、うん、一番後輩なんでそうでしょみたいな、うんうんうん、あの潔さもやっぱいいしいや確かにうんあでも楽しみやな楽しみっすね本当に、うんうんうん、いいのかと思ったら、はい救急車軽症なら7700円負担、うん、なんやねんこの振り幅ニュースの振り幅あれいつもこんなんでしたっけあ振り幅あんねんあんねん振り幅あるんすねあやっぱあるんだ三重県松阪市では6月から救急車をめぐる新しい運用が始まりましたと、はい、松阪市内の3つの病院で、救急車で運び込まれた人がで中で入院しなかった軽症者に7700円の負担を求めるというもの、うん、松阪市と近隣の、2つの町の去年の救急車の出動件数は16,180件、うん、過去最多一方病院に運ばれた患者のうち2022年は約 56% が入院に至らない軽症者だった、はい、今のこう増加ペースが続けば救急の現場はパンクしてしまうということで、うん、今回の決断に至りました、はい市民からは賛同する意見がある一方を軽症か重症か本人や家族には分からない、うん、7700円は高額で救急車を呼びにくくなるという意見も上がっています、うん、この取り組みについてどう思いますかとどう思いますかいやもうねこの時間帯でやるような話題じゃないっすよねあんまりねいやどうなんやろねどうなんやろねでも私調べましたよだからせっかくなんでちょっとあ調べた何を調べました何をその救急車が逼迫してるってのは知ってたんではい
年間、うん、まあ、日本でね、うん、去年かな、うん、の出動にかかった税金全部で、うん、285億5200万円、はあ、救急車関連でね。そんなするの、うん、はい、うん、で出動が63万件、うん、はい、1回4万5000円になんで大体。え、1回くんの1回の救急車の出動にかかる税金が4万5000円で、年間でいうと48秒に1回出動してるらしい、うん、あ、そうなんや、はい、で、うん、全国で63万件やん、うん、で松阪市と近隣の2つの町が、うん、去年ね、あ、うん、一昨年になるけど、はい、1万6180件、はい、松阪市と2つのだから3つの、うん、言うたらその消防局、はいはいはい、で1万6180件、うん、63万件で計算したら、うん、2.5%、 あ、そうなん、でかない、三重県のそこだけで 2.5% って、だいぶ、まあ、まあ割合的には多いよね。そうでしょ、うん、だから63万件で48秒に1回やんか、計算し直してやんか、うん、この3つの町2秒に1回やわ。え逆にもうどう戻る2秒に1回、2秒に1回出動してる計算になってるから、ああ多分相当負担でかいんやわ。あ、そういうこと、ああ、だからそう、だからこうなったんやろなっていう、うん、あ、やっぱ細かい数字みんな分からへんからね、印象は2秒、2秒に逆にもう戻るん嫌なるやろウーバーイーツみたいな、その辺におるやろ。いや、そやな、帰らんでええわ、こうなったら帰らんでええわなってなってしまいそうやからね。だからその辺の負担を減らそうっていうことなんやろね。あ、なるほどな。まあまあ、これでね、タクシー代わりにするみたいな人も聞くから、そういうのがなくなりゃね。あー、なるほどね。うん、いいんじゃないですかとは思いますけどね。そうかそうか、いや、だからこれ聞いてる時もいつも結構通るからさ、ここをね。あ、だからそれそんなかかってんねや、1回4万。うん、4万5000円。あ、そうらしいです。うーん、さあ、あと10分どうするいつもこの辺からね、ベン山形さんの電話が始まるのよ、多分。本人に電話しようか逆にかける、すごいで、ベンさん。あの、いつも、いやいや、ベンにかけへんよ。え、久保さんかコウタさんやろ、なんで。あ、ベンさんちゃうのベンやで、ね、ベンさんにかけようじゃないの。違うよ。あ、違うの。ベンさんはもうベンさんのことを知りたいんやったら、もう村上昌司師匠がやってる YouTube 見たらええやん村上昌司師匠のお弟子さんやから。あ、今村上昌司師匠がね、地元の大島っていうな、愛媛の方にある島で、うん、なんか一軒家もらって、うん、DIY、うん、してんねんな。そう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 、いや、ほんまにそのカメラにな映ってへんところやけど、そのベンさんというとか、はい、ほんまに要領悪いから、そう、手伝ってるつもりやのに邪魔してもうてみたいな、そう感じになって、カメラ映ってへんところで庄司師匠の「なしでー!」って言って、ベンさんが「すいません!」って言って、その後しっかりバシッって聞こえるから、ね、バシッって映したらあかんから、うん、廊下みたいなとこ何の画像やねんみたいな、謎の木目映ってる状態で後ろで「すいませんバシッ!」いや、でもベンさん悪いからな。ベンさんいろいろだから、その庄司師匠がいろいろアドバイスあげてんねんけど、うん、一切そのちゃんとせえへんからね。そうそう、最初一輪車乗ってたやんか。乗ってた。で、乗って出てきてて、それだけじゃお前面白くないから、うん、お前お手玉つけろみたいな、うんうんうん、言われて、あ、分かりました、ジャグリングと一輪車やれと。そうそう、うん、やって師匠できましたみたいな、見てください言って、うん、師匠の前でお手玉だけしたらしいねベンさんやお前一輪車は乗り方を忘れてしまいましたピシッおいベーンって一回な NGK でおいベーンって言って、庄司師匠がちょっとゼリー買うてきてくれ言って、ゼリー2、3個買うてきてくれって言って、うん、で、終わりましたって言ってコンビニ行ってな、うん、で、ちょっとして帰ってきたら庄司師匠のむんすっとでっかい声でお前考えたら分かるやろって、なんか怒った後パッて見たらな、2、3種類買ってきて、じゃあ2、3個買ったけど全部1種類やってるな種類がな2、3種類やん絶対。全部あの大きいみかん、大きいみかん1個入ったやつゴロッとみかん入ったやつ、誰お前考えたら分かるやろこれのさ、あの聞いたことある、ベンさんのその留守電すごい、でも画期的やん、なんかほんまに、あの、うん、一通りエピソード喋って、うん、あのよろしくお願いしますってあと2人投げんねん、うん、あの久保田さんと幸田さんにあと何とかしてくださいって言って、いやめちゃめちゃ斬新やろ、ベン山形よろしくお願いしますって言って、ちょっと一回じゃあ久保田さんにかけてみよう、あかけよう、はい、うん、
さしてるんでいけるかな、うん、どうだろう、一応無料音声これ LINE 通話行ってみましょう。はい、もう繋がった、繋がったら出てくれるはずやけどね、うん、あとも8分、逃げ道の消し方な。なるほどな、高次元や、やっぱり高次元お笑い。すごいな、うん、出ない、そうやな、あ、ちなみに久保もう、もう出てくれへんかったから、久保さん LINE とかにその下にさ、なんか自分の自己紹介みたいなの書きますやん、うん、もう言うな、久保さんのやつな、うん、はい、何も当たり障りなく場を切り抜け生き続けて終焉を迎えるとき、自分の歴史に何が残ってるだろうか、少しだけ残ったお金で誰が幸せになるのだろうか、平均50点で人生の卒業なら0か100がいい、また誰かが言う 究極論え、それにっていうのが LINE の自己紹介、こうしようって思う日ある。自分の LINE のポンと押した時に出る文章がこれにしようっていう。ある？さすがやな、コウタさん。もうさすがや。で、ある？コウタさん、あれ？コウタさん変わってないよな。うん。コウタさん、ひらがなにしてたの？これ。あれ？え？俺、コウタさん消えてんちゃうか、これ。え、なんで？そんなことある？携帯壊れたとかから。仲良かったやん。嘘やで？めっちゃ。あれ？コウタさん。え、俺コウタさんないわ。え、あれ、あ、そうなん、うん、普通の電話番号もない。ない、あ、電話番号あるか、普通の電話番号で、そうやったら絶対あるな、うん、それでかけたんや。あ、じゃあ、え、これってさ、うん、俺今更やねんけどさ、うん、これ生放送なん、これって生放送、あと6分で終わる。あ、そうか、そうか、そうか、なんで、じゃあ一回コウタさん、ちょっと、うん、じゃあ今、一般電話に発信中。うん、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、学天則、学天則です。まだ電話かかってなかったんや。まだ電話かかってなかったんや。お互い電話かかってないか、これ。いや、久保さんは出なかったっすね。え、どういうことやねん。いや、こっちのセリフですよ。ほら、ごめん。はい。今ラジオ中なの、これ。今ラジオ中、あと5分で、なんとか。え、なんだ、出へんの？久保さん、出ないっすよ。はい。僕今日な、ライブやってさ、あ、コウタさん、そうか、渋谷でライブやったんですね。ほんで、もう、俺もね、実は詳細がよく分からへんねんけど、はい、これって、今日学天則2人でやってんねんな。そうですよ、はい、それ何がトロ枠なん、これ、どういう意味なん、それ何がトロ枠だか分かんないですよ。もうトロの要素ないやんけ。ないですよ、分かんない。でもね、はい、本当に、はい、彼の言い分を聞くとですね、はいはいはい、うん、俺は渋谷でライブやったから余裕で行けてんけど、はい、今日は学天則に普通にドッキリというか、なんか1時間ラジオプレゼントしたいって言い出して、はい、で本当に俺が言うことじゃないんだけど、はい、学天則おめでとうとともに、はい、そのスポンサーの方はどう思ってんのかなとか、そういう頭です今。いや、ほんまそうなんですよ。あ、そう、うん、そのなぜ、周りがこれを許すんだっていうのは思ってました、ずっと。うん、今だから帰ってきてんけどさ。帰ってるやん、ほんで渋谷におったのに。あ、でその行くんはちょっと違うかなと思って、もうここまで来たら。うん、なんかあいつもなんか言うつ、あいつ何してんねえたかな、はい、なんかとりあえず飯食うとか言ってたから寝てる可能性あるね。いやねいや、ほんまにちょっと、おめでとう。で、あれやねんね、トロワークでね、はい、で今日帰っててんけど、ずっと検索しててんけど、はい、いつもの15倍ぐらいハッシュタグトロワーク多かったわ。そうなんすか。いや、それはそのあれですよ、すごく変なことをしたからですよ。あ、でもまあね、まあ粋なプレゼントやと思ってさ。ただほんまこれだけ言わせて、俺マジで思うねんけど、はい、うん、絶対に久保田は出ろと俺は思ったけど。でも彼は気持ちだけは組んであげて、どうしても俺が出たらそれはゲストになる、そうじゃなくて学天則に1時間を、はい、ラジオを上げたいと、はい、まあ
その気持ちが強すぎて今帰ってんだけど、はい、俺も。あ、そうなんですね。なるほど。うん。でめちゃくちゃおもろかったみたいから俺も聞かせてもらうわ。いやほんま、いやそうなってたらいいですけど、ちょっとまたじゃあ、あのお会いできる時を、うん、はい、言いますねけど、ザ・セカンド、おめでとうね、あれやわ、はい、学伝則漫才やってる時間の全部の時間が最高におもろかったわ、はい、いや、ありがとうございます1秒1秒最高やったわ。嬉しい、ありがとうございます。ほんだら、急いでるから切るわ、お疲れ様。すいません、ありがとうございました。急いでるんで、はい、お気をつけて、はい、すいません、ありがとうございます。はいはい、いつまでも電話できへんから、はい、すいません、はい、すいません。なんか最後、辛辣なこと言って切るお母さんみたいな。そんないつまでもその電話できへんから。最後だけ、さっきまで優しかったのにっていう。たまにはおるよね。いや、トラブたくさんね。あ、確かにいろいろ、はい、つぶやいてくださってたんですね、ポストで。あ、そうか。いや、でももうあと2分。あ、早いね、なんかもうほんま混乱してるから余計早く感じるね。早かったですね、ビールも結局2本飲み切らずぐらいで。いや、ほんとに終わりましたけれどもね。まあ、初めての渋谷クロス FM さんでしたけど、いかがでしたか。いや、ほんま、いや、普段ね、やっぱそのお二方はい聞いてて、ほんまに楽しみやったんで、はい、ちょっとまた別でまた呼んでほしいよ、俺は。そうっすね、ほんとにこれまだちゃうやん。ずちゃう、うん、で、いつか逆やってやりたいな。あー、先輩に。はい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 。それでめっちゃ怒ったらさすがに違うもんな。まあまあまあ、そりゃそうやで、向こうが。うん、そりゃそうやで。そう、今撮る枠で見たら、いや、二人コウタと久保田のやつ聞きたいねんって、うん、そのつぶやいてはる人言いはんねんけど、うん、それは俺らに言うことではない。それはもうほんまそうや。俺たちは謝る義理がない、あなたに。来週謝罪を求めてください。いや、本当にね、これは俺たちに謝れというのはお門違いでございます。本当そうですよ、我々混乱してるんですから。そうで、最後の最後、久保さんは出なかった。でもしなかった。はい、はい、ということで50分になりましたね。すいません、本当に。はい、ということで、お邪魔しました。まさかでしたけれども、はい、学伝則の冠ラジオ枠譲ってもらったでございました。お付き合いありがとうございました。お邪魔しました。お邪魔しました。提供は、未来を見つめいつも誰かの笑顔のために、株式会社見つめ、株式会社恵比寿、アエルクリニック表参道、株式会社東光エステート、ご覧スポンサーの提供でお送りしましたから。